スペシャルオリンピックスとは、知的障害のある人の自立や社会参加を目的として日常的にスポーツプログラムとその成果の発表に、競技会を提供する、国際的なスポーツ組織なんですね、はい、参加する知的障害のある人たちをアスリートって呼ぶんです。私たちのダンスチームは、チーム名は H&D って言います。H はホープ、D はドリームを表し、希望を抱き続ければ夢は必ず叶うということを意味する知的なチーム名なんです、はい、H&D は、知的障害、発達障害、自閉症、ダウン症と、様々な障害があるメンバー約30名で、構成されております。アスリートたちは年齢も性別もそれぞれ個性が違いますが、ダンスを通して個々の持っている、それぞれの力を発揮していきます。一曲踊るまでには1年ぐらいかかるんですけれども、自分が努力した結果が踊れるようになった事実なんですね。やれば自分もできる、本人の自信へとつながります。また全体のフォーメーションの中で自分も必要な一人なんだなって思うと、俄然やる気が出てくるんです。自分が必要とされていることって、障害があってもなくてもとっても嬉しいことなんじゃないでしょうか。踊ることの嬉しさ、踊っているととっても楽しくて、もっともっと踊りたい、心の底から本当の笑顔になって目がキラキラ輝くんですね。ダンスの練習が待ち遠しくてたまらないんじゃないでしょうか。諦めないで挑戦すること、必死で頑張ること、やり続ければ必ずできること、純粋に何事にも一生懸命な彼らから、私たちが忘れがちな人としての基本をいつも教えてもらっています。唐津克明です。はい、ダンスのどんなところが楽しいですか？音楽に合わせてみんなで楽しく踊ることです。ダンスをやってて嬉しかったことは何ですか？古町のステージの時、会社の人が見に来てくれて嬉しかったです。これからダンスでどんなことをやっていきたいと思ってますか？いろんなステージで楽しく踊りたいです。はい、唐津くん自身はこれから何か挑戦したいことはありますか？まだわかりません。元気で仕事を続けたいです。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。